ストレスに対するレジリエンスのある人は強いストレスを受けても精神疾患を発症しないが脆弱性のある人はそれによって発症する。ストレス脆弱性モデルは精神疾患の発症を説明する標準的な理論である。日本語では脆弱性ストレスモデル、諸因ストレスモデルとも呼ばれる。ストレス脆弱性モデルによれば発症しやすい素質と その人の限界値を超えるストレスが組み合わさった場合、人間は精神疾患を発症する。ソインという用語はギリシア語の気質が根源である。ソイン、または脆弱性は遺伝的、生物学的、心理的、または個人の状況による要因という形をとり得る。各人の脆弱性が疾患に進展するには、それぞれ個人によって幅広い違いが存在する。 諸因または体質は後から生じたストレス反応と相互作用する。ストレスは一つか複数のライフイベントと関連している。そうしたイベントは人間の心理的な安定を失わせ、また場合によっては疾患の進展するきっかけになる。このようにストレス脆弱性モデルは諸因が環境の影響とどのように相互作用して、 精神疾患を引き起こすのか探求することに役立つ。精神医学など医学の分野で用いられる素因という用語の使用は19世紀に遡る。一方でストレス脆弱性モデルは1960年代に統合失調症の解明に用いられるまで精神病理の発症を説明するためには導入も使用もされなかった。ストレス脆弱性モデルは 心理学の多くの分野で特に精神病理の発症の研究に用いられている。生まれつきの特徴と養育環境が相互作用して生涯にわたる精神疾患の発症しやすさとなることを理解するためにこのモデルは有用である。ストレス脆弱性モデルは誰が発症し、また誰が発症しないかを判別する補助にもなる。例えば、うつ病においては 同じストレッサーにさらされた場合でも A という人がうつになる一方で B という人がそうならないことを説明する助けになる。従って近年ストレス脆弱性モデルはなぜ一部の人々が他より発症するリスクが高いのかを説明するために使われている。例えばうつ病の家族歴のある子供たちは一般にうつ病より発症しやすいが発症は他の条件にも影響される。 ここに、うつ病の家族歴を持ち、かつ、著しいストレッサーにさらされた子供がいるとする。一方で、同様の家族歴を持ちながら、他の仲間とのポジティブな人間関係を保っている子供がいる。そして、前者の子供は、後者より、うつ病を発症する可能性が高い。ストレス脆弱性モデルは、他には、不良な発達天気を説明することにも有用な、 役割を果たしている。保護要因、例えば、ポジティブな人間関係、または、高い自己評価などは、ストレッサーからの影響を弱め、また、精神疾患の影響を予防するか強く抑制することができる。一方で、多くの精神疾患には、脆弱性の窓と呼ばれる機関がある。ある人はその機関を通して、精神疾患を発症する可能性が他の人々より上がる。 ストレス脆弱性モデルは多くの場合複数の原因による発症モデルとして捉えられる。このモデルは次のように提唱する。すなわち発症の過程では複数のリスク要因がストレスサ及び保護要因と相互作用して精神疾患の発症をもたらす。なお最新の学説であるデファレンシャルサセプテピラティハイポセシスはストレス脆弱性モデルに基づいている。 素因という用語は脆弱性の同義語である。ストレスに遭遇したとき、脆弱性は多かれ少なかれ精神病理の進行を早める可能性がある。素因は個人の生来のものとみなされ、また、それは通常安定したものと想定されているが、生涯にわたって変化しないわけではない。蘇院はストレッサーによる刺激なしでは認識しにくいため、多くの場合。 潜伏していると考えられる。素因には遺伝的、生物学的、生理学的、認知的及びパーソナリティ関連の要因が含まれると理解されている。遺伝要因を含む素因の例では、いくつかの遺伝子の異常、または多数の遺伝子の変異などの遺伝要因が相互作用して脆弱性を増大させる。また、他の素因は、親の喪失のような弱年期の体験を含む。 素因には状況要因が認められることもある。状況要因とは社会経済的ステータスの低さ、またはうつ病の親がいることなどである。ストレスは人生の均衡を乱すライフイベントとして捉えられる。例えば、ある人はうつ病に脆弱かもしれないが、きっかけになりそうな明確なストレスにさらされない限り、うつ病を発症しない。 ストレッサーとなるイベントの形は各人それぞれ異なる。ある時は両親との離別や家族の死であり、またある時は長期の闘病生活や進行中の不婦問題のようなより長く続く要因であり得る。ストレスはより日常的な問題とも関連する。例えば、それは学校の宿題の期限などである。個人がどのように精神病理を発症するのかを理解する上で、 ストレスが重要な役割を果たすことはかなり以前から認識されていた。一方で心理学者らはストレスまたはストレスとなるライフイベントを経験している人が必ずしも精神疾患を発症していないことも確認した。このことを理解するために理論家及び研究者らは精神疾患の発症に影響する他の要因を調査しストレスを受けている人の一部が 他と異なり精神疾患を発症することを提唱した。つまり一部の人はストレスを経験すると他の人より精神疾患を発症しやすい。このことがストレス脆弱性モデルの定式化につながった。保護要因はストレス脆弱性モデルに必ずしも必須のものではないが、イ因とストレスの相互作用を考える際に重要である。保護要因は ストレスに対処して起用する、吐け口となることによって、大きなストレッサーの影響を緩和、または干渉することができる。保護要因の例としては、親子間のポジティブな愛着関係、支えとなる仲間とのネットワーク、及び、個人の社会的、感情的適性が挙げられる。ありがとうございます。